てやられたな。苦楽を共にした君が経理部に異動とは。晴天の霹靂でした。どうだ経理部、四苦八苦です。月次決算で。月次決算効果きます。築地、築地って前まで市場が。いやだから月次、月ごとの決算です。月ごと会社の動きを決めるには欠かせません。これができる会社とできない会社の差は大きい。重要だ。しかし大量の書類、タイトな締め切り、何とかしてくれ。後手に回り、どうしてもミスが。人だからな。抜本的な何かが必要だと感じてます。ちなみに先月の請求書と領収書処理できてます？まだだ。そういうとこなんです。そういうの早くやってよ。月次決算を加速すれば新しい景色が見えてくる。ビルワン。